エスタディオ・カルロス・オソーリオ・ウニオン・デスポルティーバ、オリベイ・レンセは、アベイロン・オリベイ・ラデアゼメイスをホームタウンとする、スポーツクラブである。サッカーの他にローラーホッケーとバスケットボールのチームも、用しているが、ホームページでは、サッカーチームについて記述する。ホームスタジアムは4000人収容のエスタディオ・カルロス・オソーリオを、ホームスタジアムとしている。 オリベイレンセは1922年10月25日に創設された。1945から46シーズンにプリメーラリーガに昇格したが、1シーズンで降格。一部に参戦したのはこの1回のみである。それ以後は3部リーグあるいは4部リーグで過ごす時期が続いた。1989から90シーズンから2部に昇格し、 2000から01シーズンに降格するまで止まっていた。2007から08シーズンに再び2部に昇格した。2011から12シーズンに達者でポルトガルで、準決勝まで勝ち進んだが、アカデミカコインブラに敗れて、決勝進出はならなかった。2019年12月13日、セガゲームス連結市会社で、 モバイルオンラインゲームの企画開発などを手掛ける F4 侍の金鉄石 CEO がクラブ株式の70%を買収して経営権を取得した。dmm.com による新トトロイ VV の買収にも関わった山形信幸が新社長となる。2020年4月には日本の埼玉県埼玉市にオリベイレンセジャパンアカデミーを設立してスクール及び U10 U12 チームを立ち上げた。2020から21シーズンのリーガープロで18位に沈み、リーガ3への降格が決まった。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。